はい、こんにちは。こういうのかなえー、こんにちは。ちと今、今、確認しますん、ね、で、ちょっと。 パソコンから確認したいと分かんないんですよね。音声が。聞こえるかどうか。ちょっと煽ってきましたね。たわしくんが。ちょっと、これは感化できないと思いまして。今、たわしくんを待っています。まあ、冷静に話すんで。うん、始まったんかな、ね、これ。 はい、こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。ZZ たわしくんを待ってます。どうかな。まだ来ないですね。あ、こんにちは。聞こえますか たましさん、聞こえますか。はい、あ、これ、あ、これか。どう,いうのかな、これ。あ、すいません、すいません。聞こえますかね、たましさん。聞こえますか。はい、あたたれ、たますよ煽ってきてますよね。煽ってきてるわけじゃないんだけどな、指摘してるだけなんだけどな。あれ、めちゃくちゃぶれてますよね。うん。めちゃくちゃブレてないですか、あなた。どこが。あの。 大企業に対する、まあ、就職先、今、就職活動されてるんですか今。うんええよ別に。だからその、社会的信用であったり、うん。その大企業の評価を、うん。あの、私をフォローした場合、うん。それ損なわれるからっていう話だったんですよね。うーん。なんで私にその、指摘をしてくるんですかじゃあ。え いや別に SNS で不特定多数が見れるとこだから自分の行動とかで自分が苦しめますよって言っただけですけどあなただから自分のあの人から悪く思われないようなツイートすればいいんじゃないですかうん僕やうささんはそこ覚悟を持ってやってるんですよああ覚悟を持って批判される覚悟を持ってやってるんでしょだから、はい、じゃあ俺も批判するの間違ってないんじゃないいやいやあなただから 僕のフォロワーを。うん<の>え。だからさっき自分で言ってたじゃないですか。悪影響があるからでしょ、覚悟あなた。だから、さっき自分で言ってたじゃないですか。批判される覚悟があってやってるんでしょじゃあ僕が批判するのも別に間違ってないんじゃない間違ってないすじゃあ初めからあの、あの、言わなきゃいいんじゃないですかそれ。んいやだから、さっき自分で言ってたじゃん。あなた、なんでヘドマさんと私の。 ことに対してしゃらってっくるんゃですかねそれはあなたがヘズマさんのことで話し上げたからでしょあなたに関係ないでしょうかだから、らだからその件に関しても僕も言ってるじゃないですか。それはヘズマさんが迷惑だと思っているかどうかで、へずまであなたの態度も変わりますし、なんで私のとりあえず僕の話人が話しているときにしゃべるのやめてもらいますはい。 選挙妨害とかに関しても、ヘズマさんがどう思ってるかで対応も変わってくると思いますよって言いませんでした、僕。いや、言いましたっていうか、あなた、ツイートされてましたけど、だから、私とかリバーズ・エコに話、れ話題をしなきゃいいでしょう、あなたツイートで。うん、だから、それは、あなたがそうやってツイートして流れてきたから、僕が反論しただけでしょなんか間違ってことであなた反論してくるんですかじゃあ じゃあ、あなたが追求しなきゃいけないわけじゃないの僕は被害届出されてるでい出されてるんですよ、僕は。うん、だからあなたと全然ょ違うとき出されていることに関して僕に何の関係があるんですうささんも私も一生懸命やってるんですよ。うん、だから何度も言いますけど、その件に関して僕に何の関係があります。なぜあなた謝罪したんですかその、やさくれメタルさんが悪いっていうような。 そのまるでリバーズ・エコーのリスナーに対する忖度というか、迎合主義というか、ものすごく迷惑でしょ、それ。ん<来>なんで別に迷惑だと思うのはあなたには関係ないでしょ関係ないんだなんなから、もう、リバーズ・エコーとその話しなきゃいいでしょだから、ツイートで。だから、それも話す話は、なんで今で私の勝手でしょ今日、今日、誰と関わるの誰と関わっちゃいけないとかって決められなきゃいけない関係ないじゃないですかあなたもやめたんでしょうかその 話よでだから何でも言いますけど、誰と話すか僕の勝手であって、花さんが決めることではないでしょいや、勝手にん,ん,んであなたに、私とどうであなたに,にやってるとか、そういうふうに参加できるもんなんですよ、こういう話は。うんうん、だからエ n s スってそういう場でしょフェリックスをこねてるからでしょ、小川さんが、ヤンキーの。あなたそう言ってたからだから、前前でから何でも言いますけど、小川さんに関しては、 あのー、小川さんらの考えがあるから、別にそれに関しては、僕は知らなかったことだから、それに知らなかったことに関しては、ごめんなさいって謝って謝ってくれる。ま影響力ないんだから、加点謝罪しないでもらえますかうん。影響力あるかなかあるか、それは関係なくないあなたの言葉なんか、絶対そうじゃないですからね、小川さんとか安倉みた沙さんに。うん、だから私の言葉はちゃんと通いてますかね。うん、だからなんで謝ってくるんですか、じゃあ。 えだから SN、SNS って不特定多数が見れるところでしょ何だか間違ってることを言ってます小川さんに被害届を出されたり、開示請求されてる人に迷惑がかかると思わないんですかあなた。いや、別に。なんで僕がそんなことまで気にしなきゃいけないの気にしなくていいんですかそれはそれ、なんで今日気に対し,てれは申し訳ないんですかじゃあ、言い方変えますね。なんでいちいち犯罪者の行動を僕がいちいち気にしなきゃいけないんです一生懸命やってるんです。犯罪者でも犯罪者ってねえ。 タイム的なそいコンプレイヤー、ね。ハンザイスティレはダンがされてるから、裁判所もそういう態度を対応するために、裁判バンいう場を設けたんでしょう何でもってます,訴てます。訴えられてないので。 だから訴えられてない,んでないにしても、だからそういう受理をされたってことは、そういう可能性があるっていうことを政府としても判断したから、そういう場を設けましょうってなって、警察,です警察がですでその書類とかも全部受け取ってやってるわけでしょ、対応を。なんか間違ってもいけます向こ,向こうの自己申告なんですけれども、それは吉原や小川が言うんだら分かるんですけど、なんであなた降りたんでしょ、だからその話を。だから降りた、降りた、降りた、降りてないに関しても、降りたんだからもう その話をしなきゃいいでしょうって話なんですよじゃいいでしょ私たもその話しなきゃいいでしょ私たちの話ししなきゃいいでしょだから別に降りた降りてないもん、それはあなたが決めたんだからその話にリバースエイコとかはマシ<ん>やヘズマさんの話にあなた入ってこなくていいでしょうそもそも。だからそれはあなたがヘズマさんの話を出した上で言ったからでしょそれに関して反論しただけですけど、反論に関しては何文句あるの 文句というかすごい迷惑なんですよ、あなたのやってることがこっちに対して。信用機関業務妨害。だって申し訳ないけど、迷惑だって思ってることは自分にしがわるって認めてるからでしょ血があるって私はもうちゃんと顔出してやってますから。あなた。うん、あなたのような中途半端な活動をしたいんですよ、こっちは。だからだからじゃないよ、あなた。 別にあなたがあなたがどういう活動をしてようが僕にとっては何も関係ないんですよ。私はおさたも一生懸命やってるんだです。だってあなたが勝手に活動してかつやってることでしょ、行動も全部。ヘズマさんの指示も違いますだからそれヘズマさん、ヘズマさんに迷惑かかるでしょ、あなたは勝手に。だから、そのヘズマさんに関しても迷惑かかるっていうんであれば、あなたの行動が招いたことでしょ、って言ってんの。ヘズマさんが決めることでしょうが選挙妨害かどうかは。 だからそれもさっきから何度も言ってるでしょヘズマさんが決めることであって、我々が決めることではないでしょっていう話も言いてますよからその、ヘズマさんとかの、ね、リバーゼーコとか。だからそれも何度も言ってますけど、ツイートでも返信で返してますけど、それはタさんや我々が決めることではなくて、それは。 あの犯罪になっているんであれば、裁判所の裁判官などが決めることです。われわれが決めることではないと僕は言ってますよ。訴えられてないんですよ。それ,にそれに関して、タさんがこうやって文句を言ってきてるだけですよ。有罪になってないんですよ、こっちは、全然。逮捕もされてないんですよから。だから、うん、その可能性もあるから、自分の行動は見直した方がいいんじゃないのって言ってるだけですよ。一般的な面で言ってるだけですよ。楽しい毎日過ごしてますんで、あなたと違って。 うん、だからいろんな有名人の方と出会ってますから、私。うん、はっきり言うよ、だからいや、まあそれは、ね、それは、もう一回,言うよ,もう一回言うよ、それに関して、あなたが有名人と会うと会わなかろうと、僕に何の関係があるんです関係ないんだから、そのツイートしなきゃいいでしょ。じゃ関係ないんだったら、じゃあ言わなきゃいいんじゃないです、そうやって。私と小サさんは一生懸命やってるんだ、もうあんたと違って。 だから何度も言いますけど、<や>あなたが活動してようが、活動してなかろうが、僕にとっては何の影響もない問題であって、あなたにとっては影響ないんだからって言わかもしれない。じゃあ、あなたがそういうツイートとか、僕に突っかかってこなきゃいいだけなんじゃないんです。あんた、俺が返信を返さなきゃいいだけなんじゃないんです。返信返信てくるでしょうが、腰がもう全部論破してるのに。だから、もう一回言いますよ。あなたがそういった問題行動を起こさなきゃいいだけの話なんじゃないですか。私は筋を通してやっています。 辻を通してやってるっていうんであれば、れじゃあ僕にこうやって反論をしに来るのも辻が通ってるって言えるんです。あんた影響力ないんだから出てくんないよ、たわし。じゃあ影響力ないんだったらそのまま無視してればいいんじゃないです。それは辻が通ってると言えますか私はあ,のたあんたのような人も相手にするんだよ、こっちは。うん、だから、私のような人に相手をするのがめんどくさいっていうんであれば、あなたは私を相手をしなければいいだけのことであって、無視をすればいいだけのことなんじゃないであって。あおってきたでしょうん俺、俺に対して。 だから、あごってきたわけではない。だよ本当にから、うん、だから、だから一生懸命やってるのはわかりますよ。やってるのはわかるけど、ただ、それが一般的な視点で見た場合、法律に触れるような場合でも可能性もあ,るかありますよと指摘してるだけです。指摘してるだけなんですよ。わかります指摘,指摘するにも資格があるでしょ、あんた。 だから、指摘されたくないんであれば、ちゃんとした行動をすればいいだけのことなんじゃないんですかって話をしてるんですよ、福田和人さんみたいに YouTube されてるんですかだから、それに関しても、YouTube しようがしなかろうが、だから何度も言いますけど、YouTube してようがしてなかろうが、SNS って一区定多数が見れるところで、なおかつ、こうやって私たちが話をしたり、コメントをしたりするとできるところの場が。 あの何で私の話してくるんですか、じ<の>いち、指摘とか言って、たわしさんよ、あつこさんじゃないですよ、あつこさんとは違いまして、たわしっていうのは、あのー、勝手に僕のことを解除して、ちゃんと、この小川にも謝って、謎のなんか意味不明なヘリックスの謝罪を,謝罪をしてあの、先にもう一回言わせてもらっていいですか、はい、あの人が喋ってる時に喋るのやめてくれません、はい とりあえず一言全部引き割ってから言って反論してくれません、はい、じゃないと話し合いにならないんで、はい、あの今こうやってたわし君を釣り上げる会っていうし上げ名目でやってますけど、そういったのも、もし本当に僕を釣り上げたい、僕に何か文句があって、そういう通かをされて気に食わないって言って、そういった場を設けてくれるのは別にいいですよ。いいんであれば、だから、だから何でも言いますけど、僕の。 あの話とかを全部聞き終わってから反応してください。だから相手の話をちゃんと聞くという姿勢を見せた上で話し合いをしてください。じゃないと時間の無駄なんで。なんでお前、安暮レメタルさんの信用起訴するんだ、お前。何も信用起訴してませんよ。僕は全部事実でしか言ってませんよ。だってやってみろじゃん、安暮レメタルさんの事件をん。だから危険性あるのにやってみろって言うけど、じゃあもしも僕に何かあの体的な面で影響が出たい場合、あなたは全部責任取れるんですね。取りませんが、やってください。 じゃあ取れないって言うんであればそういった言うんに対して、いや仕掛けないんですかあ,あんたには。じゃああなたもそうやって言う仕掛けないんじゃない？僕は責任取ります。自己ってもう自分自己責任です。うん本当に取れるんだね。僕はだって自分の体ですから。何言ってんのあんた。うんじゃあ僕はやるがが自分のじゃああなたあなたはそうやって言うけどたとえ腕が欠損してもあなたはその治療費を出せるんですね。僕の体だからね。人のじゃないですよ。 だから、から何でも言いますけど、グレメタルさんがやってるのって、そもそも、あのー、環境汚染防止法などっていうものがありまして、はい、そういったところの法律的な面も違反してるんですよ。わかります法律違反してるんですよ。法律違反って言ったら、あんた、ひ尿器損害になりますよ、グレメタルさんに、うん。うん、だって僕、なんのあなたもん、虚偽の報告してないもん。虚偽の報告だって、業務報復になるよ、それ、本当に。 だから、虚偽の報告をしてたら信用毀損とか名誉毀損に当たるけど、虚偽の報告をしてない場合であれば、信用毀損とか名誉毀損に一切当たりません。一切当たらないとしても、あなたそれ、人に対してその人の邪魔だけするなよ、そうやって。だから人を欺いてるわけでもないし、僕は全部事実しか言ってませんよ。じゃああなた就職活動だけすればいいじゃん。だから、そう言ってやってたら、あなたがこうやって文句を言いに来たんでしょだってあなたか、私の、 ツイートに全部返事してくるでしょこっちは全部言い返してるのに。だから無視すればいいじゃん。影響力あるんでしょ,ょあなたは。で、僕は影響力ないんでしょじゃあ無視すればいいじゃん。あんた影響力ないよ、本当に。だから無視すればいいじゃん。なんでいちいちあっちにするのじゃそれこそ時間の無駄じゃん。ん非情識だから、だだよだからひどいことを言ったって言うけど、だからそれは何でも言うけど、あなた自身の行動の問題でしょって言ってんの。ひどいことがもやるじゃないか、この前と。 だから、ヘズマさんにとってプラスになる発言をしてるんですかって僕は言ってるだけですよ。プラスになる発言をしています。じゃあ、なんで、じゃあ、なんで選挙活動の時じゃ来ますけど、じゃあ、なんで選挙活動の時に小川社長さんに対する発言をしていたんですか選挙に関係ありません。だから、それは、それは、わざわざ選挙という場で言うことですかそれは、ヘズマさんと1対1などの時で言えばいいことななんでじゃないんですか ヘズマさんと一一対の時も話しますだから、それは分かりました。だから、ヘズマさんと一対一で話したのは分かりました。はい、ただ、僕が言いたいのは、そういうことじゃなくて、はい、選挙という場、だから、ヘズマさんは自分を世間に売り出すための場なのに、あなたがそうやってリバースエコーのことに対して文句を言う文句を言うっていうのは別に構いません。ただ、わないただ、うん、だからそれは構いませんよ。 言ってるじゃゃなないいでですかちゃんとわだけど、時と場合を考えてって言ってるんですよこれはヘズマさんが決めることでしょだからうそれはヘズマさんが決めることだけど一般常識的に考えてあなたはそういった面で邪魔はしてないんですかって言ってるの。邪魔してないでしょ私支援者ですよ、私は。 だから、支援者だとしても、ヘズマさんにとって、そういうことをされたら、本来、ヘズマさんが、そうやって自分を売り出すための場の,場の時間なのに、あなたがそういったことをしたためで、ヘズマさんが本来、ね、自分を世間に売り出すための時間を削られてるってわけです。それは、ヘズマさんは若者の悩みを聞こうとしてたんだ、あの時。だから、若者の話を聞くっていうんだったら、別にそれは構いません、支援者がまず、恥をかかないといけないんだよ、そういう時は。じゃないと、だから、だから、何とも言いますけど、 何度も言いますけど、ね何度も言いますよ。はい。あそこは選挙をする場です。選挙する場ですよ。あなたの個人的な意見を言う場所ではございません。いや、当選するために戦略的な部分もありますが、す若者の悩みを救うことが一番の目的です。うん、それは間違いではないと思いますよ。ただ、もう一度言いますよ。 はい、あなたの個人的な不満を言うための場所ではありございません。ですだから公的な意味もあって、あなたの個人的な場を言うための場所ではございません。そういう場所なんです、ヘズマさんの演説の場合は,それは。それはあなたではなく、それはヘズマさんの場所でしょヘズマさんの場所ですよだから、うん、だからヘズマさんの場所なのに、あなたが言う必要はどこにあるのって言ってんの。 それヘズマさんが決めることでしょそれはだからあんたがだからそれはそれはだから何度も言いますけど何でももう一回言いますけどヘズマさんが選挙活動をしてるんでしょはいだけどあなたが支持者だとしてもヘズマさんが言うんであれば次は通って待って,ってヘズマさんを当選させることが目的なんですだからヘズマさんを投票させることが目的なのであればヘズマさんの支持をする それが普通のことなんじゃないのってあれはじゃあ、あなたの小川社長さんたった個人に対する不満を選挙という場で言う場所ではないでしょって,って私は名指しされたんですよ、あんたと違って。はたったやつがいたボーカってこと名指しされたっていうのも,うのも、別にそれは構いませんよ。名指しされてるんですよ、吉原にも、あんたと違って。うん名前なんか出たことないですよ全然。うん、だからな出たことないもん、名前が。 だから見たことないんですけど、あん YouTube で。見たことあるけど、だからあなたを YouTube の名前が出たこと一回も見たことないんですが、あなたが発信してるのてこ,この名前でやってないもん、当たり前じゃん。あんたの、あんた勝手に発信してて誰も見たいんでしょうか、うそれ。だから影響、えー、力もないのに謝るんだよ、お前勝手に。だからもう一回言うけど、だからだからじゃないよ、目を勝手な、歌さんと俺に。 うん、だから、何やってんだこっちは。あなたに迷惑かかってるかかってない、僕からしたらどうでもいいことなんて。俺もさささんも一生懸命やってるんだ。だからだからじゃないよ、あんた。うさなさんとか、他の人に迷われ。嫌だ。だって僕関係ねえもん。一生懸命やってるんだこっちは。だから何でも言うけど、何でも言うけど。あなた、僕は何でも書いてただろう、この前、スペースで。だからなんで書えるんだ、主張 別にそれは人間だもん、変わるのは当たり前でしょうよ。変わるならあんまりうゃ。うささんとかうささんに謝れ。なんで迷惑かかってんだこっちは。うん、だからなんでそれに関して僕が謝ったことに迷惑かかんの、ね、それはあなただっていうか勝手にそうやって犯罪行為に似たようなことしてるからでしょ。似ようなことないな。こっちは人生かけてやってんだ。うん、だからだからじゃない。 だって申し訳ないけど、それ、ね、悪い悪いに関しては、それはあなたが決めることじゃないでしょ。僕が決めて、本当に悪いと思ってるから謝っただけでしょ。それをなんであなたにしやかく言われなきゃいけないの謝ったならじゃあ話題すんなよじゃあ。んゃあうん。だからその後もあなたがああいった場所で、だからそこでもあなたがああいったツイッターという場で、うそうやって文句を言っていたから。 クランドさんのところを通じてたまたま流れてきたから僕が反論しただけですけど何か文句ありますなんでお前今日指摘してきたんだお前じゃあ自分の日常だけツイートらいいだろうじゃんだから,だからあなたもさっき自分で言ってたでしょそうやって批判される覚悟があってやってることだってあるよお前はあ、ま、じゃあ僕からそうやって批判されても仕方ないんじゃないまだだな人もとタカゼミやってんだこっちゃだから それで批判されてそうやって文句言うんであれば<い>あなたのやってること筋一切通ってないんじゃないって言ってる俺は筋通ってるよどこが通ってるんですだってあなたは今さっき自分で言いましたね裏言うとそんなことじゃないよだからはた<だ>さんもう一回言いますよはたさんもう一回言いますよはい、はい、あなたはさっき自分で言ったことをよく思い出してくださいねはい。あなたはツイッター上っていうところで誰かに批判される覚悟があってああいう活動をしてるって言いましたよねはいそれは間違いないですかまあないですねはいうん じゃあ、その批判される中に私が混ざってても別に間違いではないんじゃないっって言って言だからあんた、降りたんだろ、その話題から。だから、話題降りた、降りてないとかじゃなくて、僕がそうやって批判するのも別に間違いなんじゃないだ間違いではないでしょって言ったら。だから、それに関して降りた、降りてないとかはあなたが勝手に決めたことでて,、まあ、にてるんだよ。あなたの話な勝手な個人的なあれでしょ感情でしょって話をしてる、まあ。連載終了したのにまたやるみたいなもんだぞ、お前、漫画で言ったら、お前。 だから何か関係あるね、それと。いやいや、お前、ふざけんなよ。だって、それは、お<前>それは申し訳ないけど、無理だと思って、お前。にお前うん、だから、それは、勝手にあなたが迷惑だと思って、あなたが勝手に感じてることでしょ僕に立つことは、何もお前な,なんで関係ないじゃん。ふざけんなよ、お前。それは、申し訳ないけど、あなたが強要しているだけだから、うん、僕は関係ないことだよ。おささんが主張していることはな、別に誰か見てもそうってわかるだろう、お前。ネタでやってんのこっちは。 まあんんもマらやろうが頭おかしいんだよんなんだからじゃああなたもそうやって YouTube you という場でああいったコンテンツとの投稿とかもネタでやって面白いと思ってやってる。やってるよ、面白いと思って。それと何,の何が違うんめちゃくちゃ面白くないと思ってもこっちはものすごく面白いと思ってやってるんだ、うん。じゃあそれとこうやって僕があいつ面白いこと言ってんじゃん、ウケる、ハハハハってやってる。お前のだても何も別に問題はないでしょ お前のな、そんなしょもない、暇つぶしじゃないんだ、こっちは。だからそういったきょうもないきかけじゃないにしても、でもやってることは一緒でしょ。お前も、手抜きじゃないか、お前やってることは。だからあなたもやってることは一緒でしょ、って言ってんの。なんで一緒なんだ、こっちは。だからあなたのプライドとか、プライドとか、どうでもいいんですよ、ぶっちゃけ。おう、そうよ。おうよ。お前プライドとか、関係ねえもん。お前のことあなたが勝手にプライドを持ってやってることでしょ。それに関して。 え何自分の家に行ったらても怖くないんだろお前、自分の家に。うん、だから来たっけ来るいいじゃん行ったろ、お前、まあ、いかんけどね言葉で、うん。ちなみに、ちなみに、ね、はたさん、一つだけ言っとくよ。はい。あなたがそうやって言ってるのって、普通に教養、あだかね脅迫罪だからね。迫罪、ね、だ,だって、お前、俺に対して指摘したじゃないか、今日、お前。ツイートでだから、あれは全部、あの指摘しただけであって、それがの虚偽の報告である、虚偽の内容とかであれば、あおってきたろうが、お前。あおったんだろうお前し,かし,しかしながら、 あの,ー、あの虚偽の報告をしてない場合虚偽の、ね、言葉を一切使ってない場合であればあれは全部事実なんで何も問題ないんですよ法的な面も見てもなんで虚偽じゃないって分かるんだよそれうん調べてるから安倉未知留さんは何でこ開って分かるんだん小川みたいに責任取れんのがお前小川みたいに何が<か>小川さんみたいに責任取れんのがお前の、ね、自分の,の何の,何の自分の言ったことに対してだい うん、全部責任取れるよ。責任持った上でやってるからね。当たり前でしょ<何>うん。お前なんか名お前もさ、お前倒しって名前なのじゃ。うん、それは別にハンドルネームとかニックネームみたいな感じじゃん。それが何の関係があるんですじゃああなたも畑う二って名前だけど、あなたも本名は畑こ二じゃないんでしょ下の名前はう二ですよ、僕。うん、じゃあ上違うじゃん。関係ないじゃん。関係あるよ、こっちは。あの、 だからさっきあなたはさっきあなたの自分の今俺のタワシって名前は本名なんだろうって言ったんでしょじゃああなたも本名じゃないんだったら違う関係ないじゃん。あ,あんたと一緒すんなよ。だからあんたと一緒にするんじゃな,な,んなくて、あなた自身が言った言葉だよ。言りた言葉じゃないよ。この前が言った言葉だよ。やめたんでしょそれに対して。リバースエコさん何回言うの何回も何回言うのなんで今日指摘してくるわけ だから、それもさっきから言ってるじゃないですか。<さ>クラウンドさんっていう方を通じて、あなたの投稿が流れてきたから、それに関して反論しただけだって言ってる。あなたも一般人ですよねとか、なんか。うん。何の間違ったこと言ってますいや、一緒にしないでもらえますかその、あなたの活動と、たわしさんの活動と。でも一般人にあることは変わないでしょ。うささんや僕の活動うん。だから、それは一般人にあることは変わらないでしょどんなに言ったって。別に政治家でも、人でまし、あ、ては弁護士でもないんですとか。一般人ですよ。うん。じゃあそれの、それの何言って、何か間違いあります でも僕は誰かに批判されても、それに対して被害届を出したり、補償、うん、とかしたしないですよ、僕は。うん。だから何でも言いますけど、それ何の関係があるんです関係あるでしょ、それ。だから、それを仮にされたとしてても、僕に何の関係があるんですって言ってんのあなただからあ、あるの別に俺が犯罪したわけじゃないでしょあなたのやってることはね、あなた信用基礎だよ、本当に。 だからどこに信用基礎の要素があるの業務妨害だね。だからどこに業務妨害要素があるのまあ自分さえよけないんだろ、それ。だから、全部事実しか言ってないところなのに、どこにね、名誉基礎とか信用基礎とかの要素があるんですって言ってんの。信用基礎もあるんだよ、ヤサグレメタルさんとか。だから、ヤサグレメタルさんのやつに関しても、もあれは実際に不詫キラーから、も名分出て,出てる。見ましたよ、僕も。 うん、その上で、公害とかのね、環境汚染法っていうものがございます。お前に責に来ないだろ、でも、公害あったとしても。だから、公害っていう面は、あのね、なんでも言うけどね、公害っていう面はね、どういった影響があるか分かってるだから、あの、地球環境というよりも、なんか人間に、水遊病とか。うん、それだけじゃなくて、もっとあるよ。<laughs> それだけしか分かってないで生まれてくる子供がなんか、危険とかも、あるいは障害を持って生まれる場合も。それだけじゃないよ、まだあるよ。いや、ありますけども。大体そうじゃん言ってこないよ、全部。なんでそれ言わなきゃいけないんだ、こっちは。専門家じゃないんだ、こっちは。だってあなたは、あなたはそうやって言ってた,言っ,てたってことは知ってるでしょでお。お前、お前も分からないんだろ、だだだ。分かるよ。生態系に悪影響を及ぼすからだよ、簡単に言えば。生態系に悪影響を及ぼして、どんな影響があるのじゃ。ん 人類が食べるいや、その食べるものに影響するって言ってもそれ治るでしょ、それ。治らない自然。自然で。治らないよ。何言ってんの治るでしょ、でも実際は。うん、ほぼ治らないよ。何治らないと思ってんの治ら,治らないって言ってもそれはその人間の技術も含めて、うん。その時間はかかっても治るでしょって話。時間はかかって治るかもしれないけど、少なくても人が生きてるうちには治らないよ。 一人生きてるふうにはね、いやね水俣病とかにお病とか痛い病とかの皮とか全部、そんなに改善されてるす違いますよ。改善されてる違いますよ。いや、食べれるでしょう、その時の今の、そ,そのおばちゃんの魚はこれ。これそのものが、骨れそのものがあれですよ。ダメになるんですよ。ドロドロになったりして。ええー。何も分かってないんですね、まあ。そこに対してはあなたの方が詳しいかもしれないですね。 だからそれに関して何も知らないて言ったんでしょいやだから、その公害が起こっても、お母さんとあ,あなたには責任は来ないでしょそれは。食べるものには、うん。それはね。ええ。うん。だから言ってこないでいいんじゃないですか安倉メタルさんの。じゃああなたも言わなきゃいいんじゃないですか僕は安倉メタルさんの公害については一切言ってないですよ。うん、さっき言ってたじゃん。 じゃあ、さっき言ってたじゃん、他の人のところで。じゃあ、お前がやってみればいいじゃねえかって、さっきよく言ってたんで、よく言,えす、ねうん、言ってますよい再現してみる。だから、それは遠回しに、やさぐれさんのことに関して触れてたじゃないですか。はい。うん、それは関係ないってよく言えますね。できるならやってみろよって言ったら、みんな頑張りでしょううん、そりゃそうだよ。だって、あんなん、火災警報器とかなったら、あれですよ、消防とか来るんですよ。はい。怒ってますそんなのもん。消防怒ってますそれぐらい。 凶暴も来るんですよ。凶暴来ないでしょ。だって、ちゃんと。よ。ちゃんとすれば。やってから行ってもらえますじゃあ。やってる人いたから行ってるんですよ、徹さに。見たことないんですよ、僕、ヤサグレメタルさんの真似をしてる人そりゃそうだよ当たり前じゃん。あんな危険なこと。い,いいじゃないですか、ヤサグレメタルさんの戦争から。防水,水並みに危険ですよ。防水ってわかりますちなみに。防水ですか汚水。汚水。うん。いいおのですかあー。 硫黄とかじゃなくて、はい、人体そのものをドロドロに溶かすほどの危険な水ですよ。それに匹敵するがやばいやつを、やばい液体を作り出すのに、はい、それを気軽に誰でもできるような状態にして、真似してくださいってあなたは言ったんですよ。はい、分かってますいやだから、やっっててくだださいよって話よ話からそれをやって、じゃあ、やりました、じゃあ、処理する場所ってありません。じゃあな どうすするんですかじゃあそこら辺の水とか道路にばらまいて、ね、そこら辺にいる人たちに影響が出たらあなたは責任取れるんですかって話をしてるのだから地面に撒いたらそこまで大丈夫でしょう、ね、じゃだからそういった可能性もないともいけるいでしょどこもだってどこもけ取れるとこがないっていうんであれば <laughs> そういうことをしない人間がいないともいけるいでしょいけるないって話をしてるんですよだからします川に流せないんなら土に流してそれをコンクリートにして だから土に流したら何でも言ってるじゃないですか。人体の構成とかに必要な栄養素そのものが全部破壊されて人間が死ぬしかなくなるんですよって言ってるんですよ土に流したら人体に関係ないでしょ関係あるよ。なんであのさ、野菜ってわかる野菜って土の中の養分取ってるんだよ。ええで。さらに言えばその養分とかって海にも溶けるんだよ。 はい、で海に溶けるって言ったらどうなるかって言ったら、当然、上昇気流になって、上昇気流って言葉知してますよね。上昇気流いや、ちょっと分かんないですけど、知らないのよ、え,えあの、だからそ空の雲の流れ図でしょ、要は。うは。ただ、それによって雨になって降ってくるんですよ。ええ。 でも、硫酸にはならないでしょ、それ。硫酸になるよ、硫酸にしてきてるよ、あれ。それ、酸性雨ってことですかうん、酸性雨だよ。酸性雨なら大丈夫でしょ。酸性雨よりさらに強力だよ。それ、聞いたことないんですよ、それ、実際にやったこと。え、銅像とか普通に溶かしますよ。いや、だから、道路を溶けてもそれ、大丈夫でしょ、それ、別に。大丈夫じゃないよ。皮膚溶けますけど。いや、皮膚溶けても。 皮膚だからそういう可能性につながるから環境汚染法っていうものがあるんでしょって話をしてるんですよ。理解してますはい。それであなたは平気でそういったものを作り出してみん,なみんな楽しんでやろうぜって言ってるんですよ。楽しんでやればいいでしょう。うん、だからそれをやってじゃあそこら辺じゃあそれがそこら辺の人たちがみんなやってね。 処理業者が処理がつかなくなって、そ,そこら辺に水に撒いたり、海とか川に捨てて、ね、川とか海に住んでる魚にも影響出て、ね、漁業とかやってる人たちにも影響出て、魚とかが取れなくなって、失業者が増えて、らさらにその,、ね、その雨,雨とかが あのさね、共産声優とかなって、皮膚とかをもう溶かすのにもかかわらず、降ってくるんですよ。うん、そういった悪影響を及ぼす可能性があるっていう話をしてるねに、あなたはな、ね、個人のレベルでなるわけないな、趣味のレベルでなるわけない、そんなこと。企業の、私の会社でしわったの,は工場のだから言ってるじゃん。たった個人っていう面で見たらないとは思いますよ。ええ、ただ、何度も言いますけど、SNS って不特定多数が見れるんですよ。はい つまりどういうことかっていうと世界中の誰でも見れるってことですよネットやってればあはいで逆を言ってしまえば世界中の誰でも見れるっていう言い方を変えれば変な話変な話世界中の人たちが真似する可能性があるってことですよ世界中は確かに外人は真似する可能性があるありますね確かにだからそういったものを起こさないためにも法律っていうものがあるんでしょ ええ、それは理解してますじゃあ、そういった法律もちゃんと守った上で、ね、活動しましょうって話をしてるの法律なんかそんなみんな知ってるわけないでしょ、そんな法律。だから知らないからこそみんなああやって指摘してるんでしょ法律では止められませんね、それは。うん。だからやめましょうってみんな言ってるんでしょええ。うん。何も理解してないのそんなことも。いやだから ヨソグレメザルさんの実験を再現しなきゃダメでしょうか、まずは。だから、や,からやらないっていうのは簡単、ね、実験を再現する、再現しない以前に、ね、環境労働省そのものがダメって言ってるんですよ。現に。なんでやる前からそういうことを言うのかね、それ。もう何もせずにあんたもう研究、もう研究データが出てるからです。何もしなきゃいいんですか、あんた。ん何もしないのがいいんですか、それで。真似をしないんじゃなくて、 真似をしないのがもちろんいい。だから何でも言ってるじゃないですか。共産制度となって人体に影響を及ぼし、さらに言ってしまえば車すらも溶かしますよ、あれ。車溶かしてもいいでしょ、別に。え、車溶かすってどういうことが起こるか分かんないのい金属が。家も溶けるんだよあ。しょうがないでしょ、それ。多少。多少じゃないよ、全部溶けるんだからね。いや、全部無理でしょ、それ。どんだけ強いさんですか、それ,それ。 だからそういったサンを作り出す可能性がある,あるレシピを、やさぐれメタルさんが公開してるから、大問題ですよって話をしてるんですよ今。それ、ユタボの時も、小川さん言ってましたけど、そんなだから今、その話をしてるんでしょ、そしたらあなたが小川さんだの、なんだの、ね、ヘズマさんだの、なんだのって話を、コロ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 変えるから、ね、話がわけわかんなくなってるんですよそれ、想像でしょ、それ、怒りもしないことを、吉原さんの娘さんがどうのこうの言ってましたけど。 まだ起こってもないことを今いじゃあ逆に決きますけど、ね、絶滅危惧種とかも、怒りもしないかもしれないっていう予測があった上でやって、絶滅したんでしょ、ええ、怒らないなんて誰が決められるのじゃだからそれ、大丈夫ですって、それ、絶対。大丈夫って断言できる理由は何 ?0% になる根拠は何 ?0% はないですね、それ。うん、じゃあ0%になるんじゃない ?9% にならないんじゃないだから環境破壊なんか当たり前でしょそんなもん。 だからそういった可能性をなくすために我々がどうしたらいいんですかって話をしてるんですよ。理解してます理解してますあのね、活動を持ってやってるっていうんであればね、それぐらい理解しましょうよ。だからおられるんですよ。だから電気とか車とかあんた乗ってるでしょうかあんた。うん。だからそういったものも全部なくなるよ。いやなくならないですから。なくなるよ。いや。溶かすんだもん、酸性雨って全部。 あるあるあるもの。炭素油で溶けるわけないでしょそんなもん。できます。できません。できます。だってあれ電線ってもともとは鉄だもん。電線は言ってるじゃん。ね、鉄を<僕>鉄柱らも溶かすよって言ってるじゃん。鉄だから鉄が溶けるんだったら炭素油として降ってきた場合、そもそもその電柱の電線柱そのものが溶けるから無理だよって言ってる、はい。だからその時考えらいいでしょ。 だからそうならないために、じゃあ我々がどうすればいいんですかって言ったら法律で守っていとでいないろいう話を言ってるんですよ。じゃあ言い方変えますね、畑さん。はい。はい、あなた、法律守る気ないんですね。法律あなたの言い方はつまりそういうことですよ、今の。法律は守ります。じゃあ、ま、なんだ、僕の言ってることは間違い,じゃな,いんじゃない。うん、それはね。はいまあ、できる限り守らないためですよ、それは。軽、はいはい、犯罪法則とかもあるけどね。はい。 それはまあ、みんない知,ら知らないでやってるところあるだろうから、別にそこまで言う必要はないですけど、はいはい、ただ最低限、人間が生きていく上で大問題とならないようにするための法律でしょ、はい、不足の事態に備えられるための法律でしょ、はいい、その不足の事態になってから、じゃあ考えますってなったら、国としては成り立たないって話をしてるの、いや、国としては大丈夫でしょう、それ絶対。 本当にそう言うんだね、君は。いや、ですからいや。や江戸時代とかにあった射殺権とか知らないのそれは知らないです。それは知りません。<え>それは、射殺権ですかそれはどういうもんですかうん。撃ち殺していいんですよ。撃ち殺して、あ射殺権ですね。うん。撃ち殺していいんですよ、簡単に言えば。あの警察が容疑があった時点で撃ち殺していいんですよ。それ明、明だから今、こうやって、ね 君を釣り下げるかいって言って、はいわゆる僕が容疑者になった場合、あなたは僕を打ち殺していいとてことになるんですよ。はい、逆に僕があなたを気に,気に食わないっていうなだけで殺してもいいってことなんですよ。殺しちゃだめでしょ。だからそういう法律も実際にあったんですよ。明治ですかいや、エロ。エロ時代にも今はないけどね、そういった法律がまたなくならないとも限らないんですよって話をして、今の世の中じゃ。中国とかが、中国とかのお隣の国がバン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 ミサイル撃ってるくせいでね。 あアメリカの可能性もあるよ。重視とかそうですね、うん。普通にあるよ。いやでもそれがなんであのヤサグレメタルさんの事件と関係あるんですか。ああなたは,なたはさっきの発言はあなたはそういった世界になってから考えましょうって言ったんですよ。 そういった世界になって考えましょうって言って考える余裕すらもないに射達される可能性とかああ世の中にもなったとしてもあなたはえ大丈夫大丈夫って言い続けることができるんですねって話をしてるのだからまず再現したらいいでしょうだからヤサグレメタルさんのだから今ヤサグレメタルさんの話なん話をしてるんじゃなくてあなたはそういった世界になっても大丈夫なんですねって話をしているのにあなたがヤサグレメタルさんが設備投資どんな人か分かってんのヤサグレメタルさんのヤサグレメタルさんの 実験を再現しようと思ったら設備投資がすごいかかるよ、それは。道具とか。それはそうだよ、当たり前だよ。んうん、それはそうだよ、当たり前だよ。だでもあんな、あんな、言っとくけど、あれって、あれだからね、危険物取り扱い者のあの比較、本当は必要だからね、あれぐらいになると、本当は。まあでも、多少はいいでしょう、それ、多少は。うん、第12級ぐらいは必要だよ。ええー。うん。でもあの人、比較持ってないからね。まあいいんじゃないですか、それ。 持っ、ててなくてもえ資格持ってないっていう法律違反なの知らない,い、まあ、多少大丈夫ですね、多少は、全然。だから準、危険物取扱法、準二級のものに叱適するぐらいのやばいものなのに、それで、あの国家反逆罪とは言わないにせよ、あのー、なんだっけな、あれ、懲役確か5年の、えー、と罰金、確か300万ぐらいだったかな。ええ ぐらいいの思い詰みなんですよそれをじゃあちょっとぐらい大丈夫でしょうって言ってあ,言うあなたはどうなのって話をしてんのわかるいやでもいいでしょそれ金が抽出で,できるんならじゃあそれが OK っていうんだったらじゃああなたのその基準で言ったらね人を引き殺しても OK っていうぐらいの基準になりなんでそうなるのだっておなちゃんもレベルが意味がないよんはいはいあのねその裁判とかで実際になって実際にその 損害,賠償あ損害賠償じゃね法律として出される基準ってそれぐらいだもん。いやなんで人を引くのと、そ,の,事件がななその、だからあなたはそれぐらいの重い罪なのにもかかわらず、ちょっとぐらい大丈夫でしょって言ってるの。意味わかってるや,やればいいじゃん、だから安ぐれメタルさんの事件を口で言わずに。だから、からそれぐらいやばい劇物を平気で作り出してるのにもかかわらず、ね、あなたはちょっとぐらいいいでしょって言ってやってるんだよ。ちょっとぐらいやらなきゃ分からないでしょ。僕は だってあれ、皮膚にかかったら、だから皮膚焼け,焼けて、ただれて溶けるからね。焼けて、ただれて溶けるとしてもやるべきでしょうはこの人何もわかってねえや。やらなきゃダメなんだよ。あなたやってみればいいじゃん。皮膚溶けるからね。皮膚溶けるとしてもやる,やるべきだろう、それ。あのね、何もわかってないんだね、君。いや、わかってないとかじゃなくて、あんた、じゃあ再現してみるよって話よ。 <laughs> だから、さっきも言ったでしょうよ。もう一回説明しないとダメお前ができないってことはこの人もできないよ。よだって、そもそもしちゃいけないものだもん。当たり前じゃん。じゃあいいじゃん。公害起こらないじゃん。さっき言ったでしょうよ。危険物取扱法第12級ぐらいに匹敵するぐらいの法律的な面でもやばい激物だよってさっき僕言いませんでした。だから多少のこれがないとできないんだから。 守るだからその多少的な面もあるかもしれないけど、<れ>本来は専門的な知識がないとやっちゃいけない実験だよって言ってんの。いや、だからそれ。分かってます<も>言ってる意味。それ、法に縛られるんじゃなくて、まずやったらいいじゃないですか。だから、いいかどうか分かってるかどうか聞いてんの。そんなこと言ったら何もできませんよ、<も>あんた。だから、そんなことを言ったら何もできませんよ、じゃなくて、分かってるか分かってないか聞いてるの。いや、それはまだ分かってない。できる、できないを聞いてるんじゃないんですよ。 いや、分かってないですが、一生懸命やったほうがいいと思いますよ、僕は。だから、その資格を取るための、勉強とかもね、やってるんであれば別にそれは文句言いませんよ、僕も。資格よりも、今やったほうがいいと思いますよ。だからさ、あのね、資格って何のためにあるかわかる資格は、だからその、仕事に従事するために、ありますね。車を運転するにしても。 電気工事しか持ってないんですけど、僕は車とじゃあ、車のはい車の免許持ってるならこれぐらい知ってる、ね、じゃあ車ってもともとは何を,するため何を証明するためのもの車はだから遠いところに行くっていう免許だよ免許,免許の意味を聞いてるんですよ骨断然ですね骨断然 <laughs> はい、本当にそれだと思ってるんだ 交通安全と、だから、あの、あれでしょう。物流とかですかね <laughs> はい。物流でもそうだと思え、本当にそれだけだと思ってんのまあ、一般的にはそうですね。あの、たわしさんの一般的にはね。はい。うん。本当はあれだからね。あれって、公共の場で乗るために乗る資格があれだからね。証明書だからね。ええ。うん。あれ、あくまでも。 高級の場で乗ってもいいよっていうだけの証明書だからね。だからその運転機能があるでしょう。いや、運転機能じゃなくて、もともとは、ね、道路とか高級の場で使ってもいいよっていうための証明書だけだからね。あれええ。うん。運転していいよじゃないよ。使ってもいいよだからね。でもそれめちゃいるでしょ、それ。犯罪だってそのためのに、ね、<laughs> 持ってなかったら。うん、だから、 それをさせないための、じゃあ、君、その使っていいよっていう証明書がないよねって話よ。証明書ってそういうためのものでしょ証明書はだから、みんな持ってるでしょうん。だから、その証明書が簡単に言ってしまえば、ね、だから、その証明書が簡単に言えば、ね、車の免許証とかになるんだよっていう話をしてるんですよ。あ、はい。でつ子さんが今、スピーカーになりましたね。どうも。あこんにちは。あ子さん。聞こえますかあ子さん。

え、なんで私がいないとって、いや、私はね、音声がね、ところどころ途切れてたから、ちょっと。いや、ほんと、はずこさんがいたらたかりました、別に、喧嘩するつもりもないし、勝手に喧嘩腰になって、るのそっちなんですよな。ちょっと待って、私、分かんないし、なんで争っているのえ、あの、もともとはね、ヘズマさんの選挙活動で。あれ また切れたかないや、き、切れてないんですよ切れてないんですよすすす違,違う違うあつこさんの方の回線のあれで我々の声が聞こえなくなったっていうああそういうことですか、うん、なんかねこれ、うん、調子が悪いよねわかる俺もね調子悪い時あるからで、元々の話はねはいはい。はい、えっと、へずまさんの選挙活動の場でね、はた、うん、さんが小川さんに対する文句を言うのは違うんじゃないんですか 話をしててそれはヘズマさんの、あのー、採用次第にはなるけど選挙妨害になるから自分の行動は気をつけた方がいいんじゃないですかって話をしてたんですよもともとは。でそれでなんかタさんがそれが気に食わなかったのが何なのか煽った煽られたって思ったのかなんなのか知らないけど、まあ、そうやって突っかかってきてるって感じですね。うん 本当、選挙と関係ないことは言わない方がいいかな。はい、まあまあそ、そうなんですけれども、やっぱりあの時なんか、た,たまたまタイムリーに、小川さんがなんか僕のことをなんか、ユタボンのファンで、ジャサグレーメタルさんのなんか悪質な,なんかグループの、グループと思ってるって、ね、言ってましたね、そんなふうに。

のね、そういった選挙活動っていう場なのにもかかわらずいくら小川社長さんに名指しで言われたからといって選挙活動中のヘズマさんのあの場で言うべきことではなかったんじゃないって話をしてるんですよだけどヘズマさんは何て言ってるんですヘズマさんもでも「あ,あ,のあなた何歳ですか?」とか言ってすごいなんか盛り上がって<え>あのう受けたんですよヘズマさんがそう言ってくれて何て言ったあのあなた何歳ですかとか言ってあなた何何歳ですか 何歳ですか、はい、38歳でですすかっ,て言って <laughs> ちょっと選挙に関係ない話してもらうのやめてもらっていいですかって言ってもう爆笑バーンとも凍ったあとにドーンって。はいで実際にヘ山さんがそういうことも言って,る言ってたのなんかあのツ,ツイッターのやつで見たんだけど、うん、ツイッターのやつ流れてたからだからそういうのもあったからやめね畑さんのいくらあの小川社長さんになだして言われたからと言って。 そのへずまさんんののの選挙の時間を奪ううは違うんじゃないだからもしいくら小川社長さんにそうやって言われたからっていうんであればそれはヘズマさんが選挙活動をしてない一対一の時なりもしくは小川さんと直接話すなりした方がいいんじゃないですかあくまでもあれはヘズマさんが選挙をするため若者のために頑張りたいっていう場の まであってあなたの個人的な不満を言う場所ではないよっていうことを言ってたんですけどそれが分かってくれないんですよ畑さんがいや僕の場合はあのあなた、うん、沢石さんよりもあのだからそれに関しても言ったんですよだからそういうことをしてたらヘズマさんにとってもいくら支持者だとしてもヘズマさんにとってね ね、そういった畑さんの行動によって、ヘズマさんの前せっかく、ね、プラスに動いてるところもマイナスになりねないから、行動はもうちょっと考えた方がいいんじゃないですかって話をしてたんですよ。でそれでなんかそれがあおりに感じられたみたいで、うん、畑さんがこうやって文句を言ってきてるって形になりますね。でそれでまたその,そのことを言ってたんですけど、なんか今度はやさぐれメタルさんがとか、小川社長さんがとか、お前もう関係ないって、もう降り取りたって言っただろうみたいなことてて <laughs> そ。そうなんですよ 大企業とか,なんか社会的信用が僕とかかった場合、それがなんかだから、ね、<の>からそれもさっき説明したじゃん、SNS って、だから SNS って、不特定多数が見れる場所,の場所なのね。ええ、でましてはね、ねヘズマさんが政治家で活動している以上、大企業としてもヘズマさんを応援したいってなった場合であれば。 そういった畑さんの行動が申し訳ないけど足を引っ張りかねないよってことを言ってるんです。いや、足引っ張りかで,でも多分だったらそれを続けてたらヘイズマンを下ろすんじゃないの畑さん。まあまあまあ、そうかもしれないです。はい。だからそれは時、ね、言いたいってなる気持ちはわかるけど、はい場所、時と場所を考えましょうって言ってるんですよ、僕は。そん時に言わないと影響力が出ないでしょ。 僕の力いでずっと言ってるからこうやってもめてるんですよ。その時には。そんないその時にかまえんぞね、終わってからガタガタ言っても。それ、猫ちゃんしつけてるんじゃないから、その時言わなくても大丈夫でしょう。っていう話をね、終わった話ですからね、これ。だから終わった話かもしれないけど、あなたがね、こうやって場を設けてね、行ってきてるから、こうやってまた虫帰ってるってことも自覚でかるから、全部終わった話なんですよ、あれ全部。あ終わった話をタガ,タガタガタガタ言ってるんですよ、小川さんも。 タイトルおかしいよ、これ。なんか、タワシ君の通じ上げるタイトだから、それはね、僕がこうやって言ってることがね、煽りに感じたから多分そうやって言ってるのも理解してるから別にいいですよ。いや、今はそうでもないですけど、あのメッセージ見ましたあのタワシのメッセージ。見てませんよ、そんなこと。いや、いや。何の別に間違ったこと言ってないんだけどね。もしかしたらタワシ君の戦略かもしれないです、これ。何の戦略何の戦略なんだそんなくだらないことしませんよ。 <laughs> いちいち周りの商家気にしても発言なんかしませんよめんどくさい <laughs> そうそうねはい,いやでもあつこさんいてほんとよかったですもほんともうけんかけんかみたいです初めえっあなたが僕の僕の言葉に聞く耳を持ってくれないからじゃんださあのさ私がさもしだってあつこを吊るし上げる会なんていうんだったらけんかないと思ってた だから僕はね、ずっとこんな感じでね、でかだから、それは違うでしょっていうことをね、ずっと言ってたんだけどね、優しく。キャラクターはいいです、ね、言ってたんだけど、ずーっと畑くんがね、こうやって言ってくるからさ、あ,<笑><笑>あのね、あの正直疲れるんですわ。畑 <laughs> さんの方が言葉は悪いん <laughs>、うん、全く影響力ないわけじゃないです、田町くんは。 こういうふうにね、だからそういうね、言い方をするからね、あなたもね、僕を煽ってるように、一般的な人からしたらね、あなたのそういう発言もね、煽りに聞こえるんですよ。だって、あのさ、福田さんさ、福田さんにも最初、なんか多い福田とか言ってた。あ、言ってました、言ってました、初めは。そんな言い方したら怒るんじゃないかと。でも、小川さんも年ですよ、イも。それでね、何小川さん取ってないのおばあさんの取ってないですよ、福田さん。 だからさ何度も言うけどさ、小川さんとかさ、関係ないじゃん、今この話に。今、花さんとさ、僕の会話でしょ。ええ、なんで小川さんとかさ、ねやさぐれメタルさんとかが出てくるのこれはあくまであなたと私の、ね、認識の違いを改める場,の場所でしょ。じゃあ、そうしましょう、本当に。何度言ったら分かってくれるの、マジで。いいややだからいや あのメッセージは本当に腹が立ってあのなんですけどだか敵語人間についてに関してはえななんてかちなみになんて書いてあった、はい、えっと理言ってできますかとか書いてましたねまずさっき一番最初に言ったことが <laughs> えっとヘズマさんさっきも言ったんですけどヘズマさんの件ねの、うん、はい、はい、それは タ、ね、さんがそういうことをしてた場合、ヘズマさんにとって選挙妨害となって罪に問われかれませんよ、ただそれはヘズマさんがどう思ってるかでも変わるから、ヘズマさんが決めることでしょ、それだからそれもあの僕が言ってることに一旦全部聞いてから言ってくれません、何でも言ってるけど、気持ち的にも分かるけどさ、はいはいね、だからそれでヘズマさんが決めることですけど、ただ、いくらヘズマさんが決めることであっても、 ね、他の支持者がどう思うかもしくは支持したいと思っている若者たちがどう思うかで波多さんがそういうことをやっている以上支持者がこういうことをやっているに支持したくないってなる可能性もゼロではないよっていう話をしたんですよでもギリギリと受かるもんでしょそ,そ,うそうやってそういう言い方したってことですねそうそういう言い方をしたんですよそれ全然別に煽ってないと思うこれが気に食わないっていう風に感じて そしたら今度は畑さんがなんかやさぐれメタルさんの話を出してきて、で、やさぐれメタルさんに関しては、公害とか環境汚染とかの問題があるから、そういった面で一般的な視、ね、線から見たら危ないよって話をしたんですよ。はいはいはい。うん、で、でやでその公害とかって、かううってだから公害とかってどういった影響があるか分かりますか環境汚染法とかっていうものがあって、法律的にも、 やさぐれさんのやってることもやばいですし、フマキラーさんからも使わないでくださいっていう名分出てるから、あのね、小川さん、ーん小川さんあのやさぐれメタルさんであれば、け、うん,こん喧嘩両成敗っていう考え方では間違いではない,いま、まあ、それはいいですよと ヤサグレメタルさんであればヤサグレメタルさんの方が悪いっていう考えを持ってる人もいるんじゃないですかって話をしたんですけどそれも理解していただけなかったようでいやぼ僕はそれに関しては理解力がないんですかチ君の,<分>のオナーについてと思ってそれ小川さんにもヤサグレメタルさんにも届いてないですよって言,っ言いました、うん、だからそれもだ、ま、だそいやそうですだなだか,らそれもだからそれも僕言いましたよね <laughs> ね、もう一回言うけどたと、はい、え、ね、影響力あろうがなかろうが数字があろうが実績があろうがぶっちゃけどうだっていいとただそれを、ね、特定多数が見れる場所で判断するのは、ね、あなたたちではなく 数字とかね、実績を積んだ人たちではなく、我々、ただの一般市民やね、そういったね、政治家とかの人たちですよって、あなたが全部1から10まで道を示して決めることではないですよっていういっ。そりゃそうですよ、そりゃそですよ、そりそういう意味じゃ。うん。あのね、もうそしたら、<の>そしたら、<の>なんか、畑くんが。ちゃだから、今<や>、畑くんが。だから、今、畑くんも だから、違うでしょあなたが全部原因なんでしょうよ。あなたが煽ってきたんでしょうよ。あなたが、あなたがな、うん、い,やいや、いや文字見たら腹立つんですよね。たわしさんもね、喋ったらまあいい人なんですよ、これ、やっぱり。だからさ、いい人も以前もさ、あなたずっと最初から会ってきてなかったじゃないですか。日常的なオナニーツイートでも人ケアとか言ってきたりしてたんでしょうよ。初めのスペースでは、たでもう仲間だったんですか、たわし君とは。 だから何度も言うけど、はい、僕は、ね、仲間とこういったの、かだから何度も言うようだけど、実、ね、際にはなあなたと初めて会って話った時にも言ったけども、はい、もう一回会った時にもう一回言ったけど、はい、もう一回言えよう。はい、あのね、もう言うの疲れてきた。<laughs> 支持者とかね、アンチとか。 ぶっちゃけどうでもいい俺は俺の考えを持ってやってるからねえだってツイッターってさそういうこと言う場だからツイッターってそういう文化なんす <laughs> からね <laughs> とりあえずとりあえず最後まで言わせてもらっていいですかあどうぞどうぞあの何度も言うだけどはあの僕はねアンチとかに関,してとに関しては別にどうだっていいと、はいうん、でそれに支持者とか言われるようが別にどうだっていいと、はい、ただ人として犯罪行為をしてたらそれはし ね、それは間違ってるよっていうことを指摘したいから言ってるだけなんで、はい、別に君たちと仲良くするつもりもないしあと自分のね消化とかにもつながる場合もあるから僕はあの関わるフォローとか切る場合もあるよとは言ったよ言いましたかそんなこと全然覚えてないですけど <laughs> 言ったでもだから言ったとしてもだから申し訳ないけど あの別にそうやって文句とか言う,う場所は作っても言ってもいいんだけどもそううただ物事にも何事にも限度はあるから気をつけなよとも言ったよそれはいいことも言ってるんですよタシ君たわしくんいいことを言ってるとほとんどいいことし,かしないからそういうことを言ってたにもかかわらず<や>畑くんが、ね、<え>あの返信で同じ <laughs> ツイートでもしてればみたいなことをずっと言ってくるから <laughs> 煽ってくるから こうういになってるだだけた全部申し訳ないけど今回の件に関してはハくんが勝手に死骸妄想言い方悪くないけど死骸妄想が強かっただけだと思うよ。あのさ畑さんってなんで凍結しないか不思議なんだよね。だからさ篤子さん申し訳ないけどさ僕のツイートのやつの多分アイコンのところから返信とか見れるから。 多分それで見て判断してくれた方がいい。うん、どっちがいい正しいか、多分それで分かると思うまあでも、ね。今、だって聞いた内容だったらその通りに言ってるんだったら、うん、まあ今までの流れのハタさんのあれかって言ったら、多分ん畑さんがある。いや、僕もなんか多分共感してる人いると思いますよ、僕に。えね、だからね、僕の気持ちとか。だからね、言い方悪くなるけどね、タ、うん、さん。はい。 あのねやってることね、バカスターみたいなことをやるのは違うと思うよってことを僕は言いたいのだからその金髪の加減寿司の人と僕を一緒にされるのはなんかすごいなんかねだってさ言い方悪くなるけどさ。 だってさ、い言い方悪くなるけどさ、僕さっきから、いいこと言って,言ってましたよね、この前、あのあのね、メッセージで、ね言い方。言い方悪くなるけどね、普通にこうやって会話して、それは違いよ、これはこういう考えができててるんだよっていうねことを言ってるにもかかわらずね、はうるせえよ、おなにイートでもしてろよとかね。 黙ってるよ、バカがよ、みたいなことをね。<laughs> おい、まずハタさんが言って,てたらね、ねそれはね、炎上証拠を狙ってる、ずーっとね、はあの会話しててもね、そういう返信しかしてこないんであればね、炎上証拠をしてるようにしか感じないよっていうことを言ってるんですよ。ハタさんさ、オナニツイートってみんなオナニツイートだよ、ツイッターの。ちなみに、<れ>ちなみに、あつこさんい、言い方悪くなるようで申し訳ないんだけど、ハタ、はい、さん、日頃からこういうことをしてるんですよ。おい <熊>あ知ってるっててるだから言葉遣いとか、ね、<laughs> 言い方には気をつけなってそれが自分の評価にもつながるし、ね、本当にヘズマさんを支持したいんであればそういったところから、ね、あなたの行動からヘズマさんの評価にもつながりかねないから気をつけなってことを何度も言ってるの。ヘズマさんなんで切らないんだろうね。 だから、僕の光るる部分を見ててくれてるんですよ本当にだからそうやってね、見てくれてる人もいいんだよ。ただ、<る>言い方は悪くなるようで申し訳ないんだけど、秦さんのね、そうやってね、相手に対して私、私みたいになるとまではまだ言わないけど、あんた,ただ、そやって。ああってまあまあいや、すみません。まだ、とりあえず、とりあえず最後まで聞いて。若いねてるんだよ、ね、うん。<laughs> だから、そうやってね、畑君の、ね、ナニーツイートしてろやとかって言ってね、不快にならない人いないとも言い切れないじゃん。はい、もしかしたら下ネタが好きな人もいるかもしれないし、逆に嫌いな人もいるかもしれない。それは理解してるでしょ。<laughs> はい、ただ、それを日常的にやって、不快にならならい不快の人が多かった場合、ヘズマさんの支持者が減る可能性はないとは考えなかったのいや、減らないですよ、逆に。増えますよ、どんどん。いやそういそういんうです、えー、辺島さんの そのあのも言う一回いいよ、はたくん、はいその下ネタが嫌いの人たちが圧倒的に多かった場合で、たさんがそういうことをしてるのを見かけて、ね、下ネタじゃないですかあじゃあ、あだから最後まで話を聞いてくれますええええ、だから、たさんがそうやって、おなに、ツイートでもしてろよ、ばーかとかって煽ってたるような、ね、ツイートをね、<laughs> <え>してて、それが、あこれがヘズマさんの支持者一番の支持者、親友と思ってる人たちの。の とかこういうことしてるんだ、ヘズマさん、かわいそうだなとか思う人ももちろんいるかもしれないけど、ただ、それで、そういった面で、あじゃあこ,のこの人がいる限りヘズマさんが邪魔って思ってるのかどうかはからないけども、そういった人がいるのに支援支持したいって思えなくなっちゃったなって。 むしろこの人がいるからちょっと僕支持したくないなっていう人が出てきてしまった場合、はいね、それは、タさんのやってる行為は、ヘズマさんにとって裏切り行為になりかねないのってことが言ってるのいや。裏切り行為って、それは、あ,あなたがあなたはそこで払ってくるんそれだから、だからそういうことが言いいて思ういうことは女性支持者は減るだろうね。だからそこは精神論の話。はい、<laughs> だってさ、タさんもさ、言い方悪くないけどさ、 あの批判される覚悟があってやってるとは言ってない、うん。でもさ、現状問題としてさ、僕がこうやって指摘したらさ、たわしくんを釣り上げる会ってわざわざさ作ってさ、こうやって話してるじゃん。はい、それで本人もいいよ。こたわしくんのキャラだからお笑えるんですよ、これ。だって面白いじゃないじゃん、これ。おて？面白いでしょ、これ。<は>これ,好きこれ全く笑えない場合もありますからね、それ。あのね。おらないよ、だって。あつこさんだったら、全く笑えないし。あつこさんだから、ね、これ はく君、申し訳ないけどね、はっきり言うね。ささんん面白いこれあのあ君、はっきり言うね。君、それ、そういうことやってて、人を怒らせるだけだからね。はいうか、あのさはたさん、で38歳でいじめやってる。いじめじゃないですよ、これ。だって、吊るし上げるんでしょ、面白いでしょ、こ畑さん。これ面白いって、申し訳ないけど、面白いっいと思ってるのは君だけだよ。あれ、そうなの あのさあ <laughs> 畑君、言い方例えばね、いくら、はい、例えばそうだな、何言ったら分かるかな。お、はい子供がさ、<laughs> ね、この中高生の,あの小学生の子供がさ、中高生の子たちにさ、ね、サッカーやりたいからお前か出ていけよって言ってさ、殴られたり,蹴,り蹴ったりされてるのあったら、はたくんは何も思わないのかわいそうとも思わないのね。 それが面白いと思うのね。正直言うと。たぶ、うん多分そこはもう感性の違いだね。無敵じゃないです。無敵じゃないですけど。無敵の人。あのね、畑くん。本当にさ、言い方悪くないけど、申し訳ないけどさ、人として思いやる気持ちをしてたらさ。僕のほうがあるんですよ、逆に。迷惑系の人ってみんなやらしいですよあのね <laughs> 本、本当に、本当に。あのね、それは本当に。それ迷惑系っていうつもり

だから、ひづまさんは頭が悪くないから、ーそういうわは計算してやってると思うけども、迷惑系をはたさんがやるのはちょっと荷が重いんじゃないかと。そうだからね、はたくん、ええ、何度も言うけどね。はい